はい、どうもクマです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。ついにゾーマ装備来ましたね。ということで福引きやっていきましょう。マイレージと、配布で40連まずできます。いや、むちゃくちゃ楽しみ。これはね、やっぱり欲しいよね。暴走率も上がる防具といいね。そしてこれだよね、いてつく波動、サイコストーム、マヒャデドス、マヒャドデスじゃないですからね、マヒャデドス。いやー強いね。このいきなりスキルの凍結めちゃくちゃ気になる。絶対強いでしょ。そして MP も回復するっていうね、これは楽しみですよ。いきましょうか。まず福引きのチケットからね。いやー出てほしいな。須田道はなし。そして虹は1個と。いやこれはちょっと本当にね、待望のゾーマ装備ですよ。ギガモンのねゾーマも気になりますけどね。さあどうだ。いいぞ、マジいいぞ。いきなり来たな、マジか。これはコンプできるんじゃないの。来たね頭。さあ次行きましょう。20連目いい調子で来てる。スラミチは来ないね。さあ虹に OK、 1個 OK。 いやすごいね、いきなり頭来たね。これでもね、防具が最初出てするとね、結構武器僕出てくんないんですよね。武器が意外と出てくれない。ああまあね、まあそうだよね。レイピア、たまに使うね、王権のレイピア、まだね、たまにね。さあ次。いやージムもね100連分はあるから突っ込みたいよね。うわ黄色、金色がない。ここではい、さよなら。綺麗な銀世界、優勝もあるからね、優勝もありますから。さあ金色あるよ。スラミチ来ないね。うお、こんなに金出るんなら1個ぐらい虹来てほしいね。まあまあ言ってもね、配布とマイレージですから。まだ、あ終わっちゃったね。40連で頭1個と。じゃあ優勝いきましょう。いってらっしゃい。10連目、スラミチ来てよ。いや来ない。 OK、 2個、いいよ。これもう武器出たらすぐ撤退ですからね、すぐ撤退。いや出てくれ、マジでマジで出てほしい。これはね出てほしい。あおお、懐かしいキラマ2の武器、これも昔欲しかったんだよね。頑張って引いた覚えがある。なかなか強かったよね、ヒャド武器の中ではね。うわ応急装備。いや武器はねかっこいい武器出たけどね、残念。今なかなか使う機会ないな。さあもう一回いきましょう。優勝20連目いきますよ。まあ虹はね確定なんで。いやスラミチ来ねえな、来てよ、頼むぜ。今頭一個、頼むぜ。もうそろそろかな、来い。タクト、マジかよ、これが優勝だよ。ほんと頼むよ、優勝でこの SP はもうなしでしょ。じゃあジェム使ってくか、行こう。たまったジェム、こうジェムになった瞬間ねスラミチ来たりするからね。
来ないね。はい、ビオ。頼むよ、マジで。早めに出てほしいな。お願いします。これで何連してる ?80 連目?福引き入れたら80連目だよね。もうマジかよ。頼む。これで次90連目?お願いします。いいよ。いいよ。キラキラ来てるよ。砂道は?来てよー。オッケー、3つ。でかい。でかいよ。頭。頭。次は?盾。王者の盾。目玉焼きはいいっすよ。お願いしますよ。次元竜。次元竜?嘘。まあ、100だからね。マジか。頭多いの。頭めちゃくちゃ出るじゃん。次元竜もでもこれあれ、キャドの属性ダメージアップだからね。いいよね。さあ続いて、これの100連目ぐらいじゃない?もう、マイレージ入れたら。いや、スラミチマジ来てほしい。もう。マジで全部。これ天井まで行くパターン、勘弁して。せめて次の星5確定できて。おお、いいよ。いるじゃん。いるじゃない。もう虹が津波来たよ。マジか。マジで来てほしい。よし、お願いします。プラチナウィング、もう頼む。お願いします。星5確定1個ね。スラミチ来てくれてもいいよ。まだ1回見てないからね。うわ、マジか。これで1個変わるよね。はい。いや、マジでスラミチさん1回も姿見せないじゃん。ってことは1回見せた時に武器出るパターンだこれね。きっとそうだよ。そう信じたい。そう信じたいよ。お願いします。よーし、出た。あざす。これは嬉しい。なんとかジム全部どけずに済んだぜ。いやー、出てくれた。ってことで全部で何連 ?110 連、120連ぐらいしたのかな。いや、なんとか出てくれました。防具はね、とりあえず追わずに、残りの上と下は追わずに、とりあえずマイレージね、追ってきます。はい。ジムは使わずにね、マイレージで狙っていくっていう感じですね。いや、ありがとうございました。今日の動画は以上です。またよかったら見てください。それじゃまた。